さん来てよ。今忙しい、留守だと言え。三人でした、留守だって。いやよー、間違いない、これだ。いやー、先生探しました、先生のお宅。私どもこういうものでございます。画商？はいな、リサシーデルの最後の作品を先生がお持ちになっていると聞きまして、もうそれは大変な思いで探しましたのです。はい、25万ドル。いや、50万ドル。即現金、売ってください。わあね、売ってくれるのね。